なあ、弟。なんな、兄ちゃん。なんかちゃんとした格好で来いとか言われたけど、今日何の話か聞いてるんな。聞いてないな。てか、兄ちゃんなんでジャージなん？なんや、ジャージやったらあかんのか。ちゃんとした格好で来るようにって言ってはったで。さすがにジャージはあかんと思うけど。あおか。公式の場はいつもこれやっちゅうねん。ああ、兄ちゃんがいつまでも無職な理由はこれやな。無職ちゃうわ。トレーニング姿をあまり見せないプロのボクサーや。いやー、お待たせお待たせ。どんだけ待たすねん。ちょ、兄貴なんでジャージなの？そういうお前も、久しぶりに呼ばれた結婚式のために引っ張り出してきた成人式の時のスーツみたいな状態やんけ。これは成長の証だよ。はいはい、皆さんお揃いで。マネさんがまだやけど。ああ、マネさんはいいっす。え、どうしたの？とりあえずみんな並んで並んで。なんやねん。それでは視聴者の皆様に重大なお知らせがあります。なんや、 YouTube やめるんか？ちょ、兄ちゃん。もう兄貴、そういう冗談はやめようよ。ああ、当たらずといえども遠からずっすね。えほら、こないだ動画で言ってたじゃないっすか。全部うまくいってこれはチャンネル伸びるんじゃねって喜んでたら。よ喜んでたら上からチャンネル停止命令。ああ、あったね、そういえば。てかマジでなくすのかい？いや、正確には定期更新をやめて不定期更新にするって話っす。どういうこと？取材の依頼が来たら更新するってスタンスっすね。それってほぼ休止になるんですか？マジか。いや、本当は閉鎖って話だったんすけど。え、でもマネさんが一命を落として不定期更新ってことに。マネさん。おい、お前ら何言わきになっとんねん。兄ちゃん。兄貴。別にチャンネル閉鎖するっちゅうわけちゃうんやろ。依頼やったら更新すんやろ。依頼バンバン来るように裏で動いたらええんちゃうんか。兄貴。動くんマネさんやけどな。おいちゃん。ちゅうことでお前ら、まあ見とれ。1、2ヶ月でまた定期更新に戻したるさかいに。兄貴、頼もしい。いや、そこはパイセンが言うとこっすよ。おう。1、2ヶ月でまだ定期更新に戻したる境に。丸パクリかよ。で、兄ちゃん具体的に何するんな？まずはお上手兄弟のチャンネルに戻ったります。チャンネルから逃げる気満々やないかい。ちょ、パイセンさん、なんとかまとめんと。ということで。何がということでやねん。ちょ、黙って聞きや。とりあえずしばらく不定期更新になりますが、いずれ復活するのでしばらくお待ちください。お待ちください。まあ、あとは野となれ山となれどないかなるやろ。知らんけど。